抗精神薬、抗精神薬、抗精神薬とは、中枢神経系に作用し、生物の精神活動に何らかの影響を与える薬物の総称である。主として、精神医学や精神薬理学の分野で、脳に対する作用の研究が行われている薬物であり、また精神科で用いられる、精神科の薬、また薬物乱用と使用による害に、 懸念のあるタバコやアルコール、また法律上の定義である麻薬のようなが含まれる。2009年アメリカでは、タバコに起因する44万3000人の死亡があり、アルコールでは9万8334人であり、他の薬物では3万7485人で、2008年に、処方薬の過剰摂取による死亡が2万44人。 違法薬物の使用に起因する死亡は16,044人である。個々では異なる特徴を有する。典型的な精神刺激薬は興奮を生じさせるが、MDMA では共感性を呼び起こす作用が強い。オピオイドやアルコールのように、致死量と作用量が狭く過剰摂取によって、死亡しやすい薬物や、大麻や幻覚剤のように広いためそうしたことが起こりにくいものがある。 ニコチンやアルコールは共に依存性が強いとみなされているが、アルコールの離脱症状による新鮮洗毛は致命的となり得るが、ニコチンではそうしたことは起こらない。アルコールの作用には暴力を起こす傾向があり、大麻のように攻撃的な感情を減少させる薬物がある。精神刺激薬、スティンヤラントは、中枢神経系を活性化させる薬物の総称で、コカイン。 ニコチン、カフェイン、アンフェタミニア、メダンフェタミンや MDMA、メチルフェニデートが含まれる。心拍や呼吸を増加する。慢性的な使用により、統合失調症様の精神刺激薬精神病を呈する。抑制剤、リプレセントは、その反対に、中枢神経系を抑制する作用を持つ。アルコール、有機溶剤、ベンゾジアゼピン契約、ヘロイニア、 アヘンやモルヒネといったオピオイド系の薬物やタイマが含まれる。高不安作用や鎮痛作用がある。過量を服薬すると呼吸中枢を抑制して死亡するものも多い。幻覚剤、ハルウシナジェンは幻覚作用を持つ薬物で、典型的には LSD のような薬物である。しかしながら、タイマや MDMA は幻覚特性を持つためここにも分類される。 これらの薬物では、不快な離脱症状を避けるための使用が認められず、そうしたことを理由に医療を求めるのは稀である。協議の日本の法律上の抗精神薬は、麻薬及び抗精神薬取締法で個別に指定された薬物を指す。薬物乱用の懸念があるメチルフェニデートのようなや、精神刺激薬、ベンゾジアゼピン系やバルビツール酸系の抗不安薬、 睡眠薬、麻酔薬、抗転換薬の一部が日本の同法における第一種無期精神薬から第三種無期精神薬に指定されている。これは国際条約である抗精神薬に関する条約の不評 E から4に相当する。この条約で指定された薬物は1条 E の規定によりすべて国際条約上の抗精神薬であり不評愛から 4までの分類が存在する。批准各国は薬物を管理するための同様の法律を有するものの条約において不評愛に分類されている LSD などを日本の法律上は麻薬に分類している点が国際法と日本法で異なる。そして第32条4項が含有する植物の自生国における伝統的な宗教儀式への使用は規制から除外する。 古来から精神に何らかの作用を及ぼす植物が用いられてきた。20世紀初頭にはその頃登場したバツビツール酸やモルヒネといった薬物が用いられた。1943年に LSD が合成され医薬品として販売されるに至るとこの薬物による研究も盛んになった。ジョンケイドによるリチウムの構造作用の発見あるいは クロルプロマジンの合成と治療効果の発見をもって近代における精神薬理学の幕開けとされる。1949年にジョン・ケイドがリチウムの抗争作用を見出す。1952年にはフランスの精神科医ジーン・ディレイト・ピエール・デニケがクロルプロマジンの統合失調症に対する 治療効果を初めて正しく評価し、精神病に対する薬物療法の時代が幕を開けた。1957年には、ベルギーの薬理学者、ポール・ジャンセンが、クロルプロマジンより優れているとされる、抗精神病薬ハロペリドールを開発する。1957年に、スイスの精神科医、ローラント・クーンによって、イミプラミンが、精神不活作用を有することが見出され、 うつ病の薬物療法への道が開かれた。1960年頃までに初のベンゾジアゼピン系の抗不安薬であるクロルジアゼポキシドとその類似の化学構造を持つジアゼパムが販売されるようになる。1971年には国際条約である抗精神薬に関する条約が LSD や覚醒剤やバルビツール酸系、ベンゾジアゼピン系といった 乱用の危険性のある、抗精神薬について交付される。1984年には、新しい世代の抗精神病薬である、否定系抗精神病薬のリスペリドンが開発される。また、抗うつ薬でも、新世代の3抗うつ薬が販売される。この頃までには、ベンゾジアゼピン系の薬物の依存症や、副作用が問題となり、1996年にも、 世界保健機関も30日までをメドに処方すべきとする報告を行ったヒベンゾジアゼピン系の薬剤が販売されるに至る。また1980年代より既存の薬物の化学構造を修正したデザイナードラックが合成されるようになり、その流通が問題視されるようになる。2007年には日本においてリタリンの不適切処方問題が表面化。 うつ病がディタリンの適応症から外される。翌年に流通規制制度を設ける。2005年にタバコの規制に関する世界保健機関枠組条約が発効し、2010年にはアルコールの有害な使用を低減するための世界戦略が採択された。世界保健機関元事務局長のグロハーレム・ブルントラントは、タバコは最大の殺人者であると述べ、 年間600万人の死亡につながり、最大の予防できる死因とされてきたし、同様にアルコールも年間250万人の死亡につながっている。アメリカ合衆国では、各製薬会社による精神科治療薬を含めた適用外使用を進める違法なマーケティングは、数億ドル以上の市場最高額の罰金を更新し続けている。新世代の精神科の治療薬は、 基本的にお互いを模倣した薬剤が多くあり、メディアにおいて模倣薬と称される。似たような10種類の新しい否定形抗精神病薬と似たような6種類のスリー抗うつ薬が販売されており、さらに、これらの薬剤は、精神障害に対し十分な反応を示しておらず、耐えがたい副作用があるため、これまでとは違った薬剤の研究が必要となっている。2009年頃より、 大手製薬会社は、精神障害の治療薬の開発から撤退し始めた。2011年の欧州神経精神薬理学会、イクンプ、ヨーロピアンカレッジオブンロスイコファーマッカーラジーの会談で、会長のデビッド・ナットはこの状況に対し、精神薬理学の暗黒の日々であると述べ、ネイチャーは、その取材記事に、精神薬理学の危機という題名をつけた。新しい薬はない。 アメリカ国立精神衛生研究所任務所長のトーマス・インセルも同様の状況に触れている。日本では2010年に厚労省がうつ病などに対する薬漬け医療について自殺、うつ病対策プロジェクトチームにて大量処方、過量服薬の防止について検討していることに言及した。過剰摂取による死亡は英米で交通死亡者数を上回り、 国際的な懸念となっている。アメリカでは、2010年には38,329人の薬物過剰摂取による死亡があり、その過半数は、一般医薬品や違法薬物ではなく、処方箋医薬品であり、全体の74.3%が意図しない死亡である。2011年6月、薬物政策国際委員会は、薬物戦争に関する、 批判的な報告書を公表し、世界規模の薬物との戦争は、世界中の人々と社会に対して悲惨な結果をもたらし失敗に終わった。国連麻薬に関する単一条約が指導し、数年後には、ニクソン大統領がアメリカ合衆国連邦政府による薬物との戦争を開始したが、50年が経ち、国家及び国際的な薬物規制政策における、 抜本的な改革が早急に必要であると宣言した。このコフィー・アナン国連全事務局長ら参加する委員会は各国に大麻の合法化や薬物依存症者に対しては罰する、より効果的である医療の提供など、これまでの薬物政策の見直しを求めた。2013年の薬物乱用防止令において国連は司法だけでなく人権や公衆衛生、 また科学に基づいた予防と治療の手段が必要であり、2014年にも高度な見直しを開始することに言及しており、加盟国にもあらゆる方法を考慮した幅広い開かれた議論を行うことを強く推奨している。デザイナードラックと呼ばれる新規構成新薬が問題になっているが、売買したり使用する人々を投獄するための証拠を書いており、 剣道な証拠もなく規制しそうして処罰を課すことによって何が脅威であるかの説明を書いたままの処罰となってしまう。イギリスではたった一件しか報告されていない死亡例をメディアで代々的に報道し薬理学的に確かな知識もなく規制したことにより使用者はさらに危険性の高い薬物の使用に舞い戻った。化学構造の類似性に基づいて規制することは不可能であり、 合成 THC のような新しい治療薬の開発を妨げる。精神科の薬は高額な知見がいい医試験は失敗が多くなり、製薬産業はハイリスクだとみなすようになり、2009年には267だった中枢神経系領域での試験数は2014年には129であり、その多くは神経学の領域であり、精神医学ではない。 国際神経精神薬理学会、神父は薬の多くは根本的治療にはほど遠く、副作用に問題があり、薬の作用する新たな標的を探す必要があることから EU、北米、日本、その他の国々の政府に対して革新的な創薬ができるよう提案した。専門家は強い禁止が研究を壊滅的にしてしまうことを警告している。 そのような中で国際神経精神薬理学会でもケタミンの抗うつ作用が議題に上がり MDMA を使った心理療法を FDA が画期的治療法に指定するなどブレイクスルーとなっているのはこれまで医療用途がないとして顧り見られなかった幻覚剤や医療大麻の領域であるサイケデリックルネッサンスと呼ばれているイギリスの小規模研究はシロシビン マジックマッシュルームの成分が従来の治療に反応のないうつ病の人の約半分を数週間にわたりうつ病ではない状態にした。鎮痛薬、アナルジズウィックは中枢神経系に対して抑制的に作用する薬物である。乱用の危険性がある。モルヒネやコデインのようなオピオイド系の薬物がある。また、 大麻の主な有効成分とされるテトラヒドロカンナビノール THC にも鎮痛作用がある。抗精神薬には精神障害の治療のために処方される処方箋医薬品の群が存在する。その一部が日本の麻薬及び抗精神薬取締法における抗精神薬に指定されている。1996年の所長とイェール大学の博士は 高精神薬の長期投与は、ほとんど全ての自然刺激の耐久力や回復力の限界を確実に超えるようで、神経伝達物質の機能に混乱を引き起こしますと述べている。1998年、ミシガン大学のエリオット・バレンスタイン博士は、生きている人間の脳の科学的な状態を評価するための検査法は存在しないのが現実だと述べている。精神科医などは、 抗精神薬は脳内化学物質の不均衡を正すと説明するが科学的な根拠があるわけではない。また、専門家の間では脳内化学物質の不均衡説は辻褄が合わないことが古くから知られており、抗精神薬の処方には合理的な理由がないのが実情である。2002年アメリカ精神医学会企業研究委員会のステファン・ゴールドフィンガー スティーブン・ゴールドフィンガー委員長は、製薬会社による、精神会の囲い込みについて、製薬会社は、道徳関連のない一団です。彼らは、慈善団体ではありませんから、操りともつけずに大金を寄付するなど到底、あり得ませんと述べている。2003年、アメリカ精神医学会のスティーブン・シャーフスタイン副会長は、精神保険システムが、細分化される理由について、 生き残るために、私たち、精神科医は、菌のあるところに行かねばなりませんと証言している。日本では、医師法第十七条によって、診療を行う者が医師に限定されているが、アメリカ合衆国では、医師ではないサイコロジストにも、法的に診療が認められている。精神医学を使う。薬物療法中心の精神科医と、臨床心理学を使う。 心理療法中心のサイコロジストに分かれており、商売上の競合がある。また、精神科医は心理療法のトレーニングをほとんど受けていない。精神科医にとって細分化とは、DSM で精神障害の種類を増やし、様々なサービスを生み出し、薬物療法を推進することを意味している。2004年、カーディフ大学の博士は、今日に至るまで、 うつ病でのセロトニー以上が証明されたことは一度もないと述べている。また、健康な人にスリーを投与すると焦燥、不安、自殺傾向などを示すことがある。この事実は1980年代に製薬会社の研究によって証明されている。健康なボランティアに対して行われたゾロフトの試験ではかなり重症化し、第一週のうちに全員が辛くしている。 薬を服用する人の大部分は内因性のうつ症状を持つ人よりむしろ健康なボランティアにずっと近い人々である。ザニュー、イングランドジャーナルオブメディジンの前編集長であり、ハーバード大学医学大学院で上級講師を務める内科医のは昔々製薬会社は、病気を治療する薬を売り込んでいました。今日ではしばしば正反対です。 彼らは薬に合わせた病気を売り込みますと述べている。一例として、月経前、不快気分障害は、プロザックの名称をサラフェムと変更しただけの薬を、月経前、症候群用に販売し、生まれた診断名である。2005年、メディアに追及されたアメリカ精神医学会のスティーブン・シャーフスタイン会長は、ピープル氏で、脳内化学物質の不均衡の証明について、 明確な検査法は存在しませんと認めている。ノースキャン技術による診断の目処も立っていない。有害な精神科治療を調査したボストングローブ氏の連載で、1998年ピューリッツァー賞の最終候補に残ったこともある。医療ジャーナリストのによれば、研究文献を調べると、抗精神病薬、抗うつ薬、抗不安薬、ADHD 治療に使われる。 リタリンのような精神刺激薬のすべてに共通のパターンが見られる。短期間、例えば6週間であれば対象症状について疑惑よりわずかに上回る効果を得られる可能性があるが、長期間になるとすべての対象症状で偽薬を投与された患者より悪化し、慢性化、重症化している。また、かなり著しい割合で新たな精神症状やより重い精神症状が 薬物自体によって引き起こされている。2006年 DSM4 の作成に関与した精神医学の専門家の56%、170人中95人に、抗生新薬を販売する製薬会社と金銭的なつながりがあったことが判明した。感情障害と精神病性障害、サイヒアティックディソルダースの作業グループでは100%であった。 マサチューセッツ大学の臨床心理学者であるリサコスグローブ博士は精神医学の分野における金銭的なつながりがどれほどひどいのか私は大衆が気づいているとは思いませんと述べている。アラスカ州最高裁判所は抗精神病薬に関する訴訟の判決文で厚精神薬は患者の心身に重大で永続的な悪影響を及ぼすことがある。 数々の破壊的な副作用を引き起こす可能性があることが知られていると説明している。2008年、ニューヨーク州立大学の博士は、自然科学事業の健全性は、私たちが科学的と呼ぶ活動に従事する各人が、真実を探求して、真実を語る、また、誤った説明と虚偽の事実を暴いて排除するという科学的共同体の約束で成り立っています。 対照的に宗教の安定性、精神医学の偽装信仰、いわゆる行動科学は、議論の余地のない協議としきたりに対する担い手の忠誠、それに基づいた集団の繁栄に害を及ぼすような、真実を語ることへの拒絶から成り立っています。プロフェッショナルの信頼性を保つために、精神医学の歴史化、精神科医のようなものは、がんが実在するのと同じ感覚で、 心の病は実在すると信じるか、信じているふりをしなければなりません。その結果、彼らは、鼻の先にある現実を見る危険を犯すことができません、と述べている。2009年、偽薬効果を研究する、春大学のアービングカーシュ博士は、指示できる証拠が乏しいどころか、化学物質付近公説は間違いでしかないと膨大なデータが語っていると述べている。抗うつ薬には、 不活性プラセボ、副作用のない儀薬を若干上回る程度の効果しかなく、両者の差は副作用の有無だと指摘している。副作用が起きると本物だと分かり、被験者の期待が高まるからである。活性プラセボ、副作用のある儀薬を用いた臨床試験では、抗鬱薬との間に優位な差は見られなかった。また、禁断症状が出る可能性があり、 医師に相談することなく抗うつ薬の服用を中断しないことと警告している。急な弾薬ではなく、徐々に玄薬することが重要である。カミングオフアンティデリプレスンツ、サクセスフルユーズアンドセーフウィズドロール、ヨゼフ・グレンマラン、2006年は、抗うつ薬を中止する方法がわかる、優れた一冊である。2010年、抗うつ薬の効果について、医師側から二つの反論がある。 一つは、アメリカ食品医薬品局は、偽薬より効果があると示す2件の臨床試験を要求しており、効果のない薬を承認するはずがない、という反論である。しかし、2件であり、他の大多数の臨床試験が効果がないと示していても、良い。また、要求は、統計的優位さであり、臨床的優位さ、医薬品と偽薬の効果の差の大きさは、考慮されていない。 もう一つは、医師は臨床現場で効果を確認しているという反論である。しかし、医師は偽薬を使うことがほとんどないため、偽薬に一錠四ドルする薬と同程度の効果があるとは考えない。また、専門家は、抗うつ薬に効果がないとは言っていない。何も処方しないよりに瀬薬を処方した方が効果があり、抗うつ薬には偽薬程度の効果がある。問題としているのは、 抗うつ薬の効果が偽薬効果か否かである。ゾロフトを製造するファイザー社のスポークスパーソンは抗うつ薬が一般に偽薬と区別できないことはアメリカ食品医薬品局、学会、製薬業界でよく知られている事実ですと述べている。2012年 DSM4 のアレン・フランセス編参院長は精神医学における 生物学的検査というのは未だにありません。誤解を招きやすい考えの一つが、精神科の問題はすべて科学的アンバランスによるもので、服薬で病気が治るという考え方です。この考えによって、製薬会社は過去30年にわたって薬を売ることができたわけです、と述べている。精神科の軽度中程度の症状には、心理療法が少なくとも薬物療法と同じくらい、 効果がある。心理療法の方が持続効果は長く副作用も少ないが非常に多くの人が必要のない薬物療法を受けている。2013年国立精神神経医療研究センター薬物依存研究部の松本敏彦室長は精神科では依存性のある薬を使わざるを得ない場面もあるが漠然とした投薬や 診察なしの投薬は避けるべきだと指摘している。睡眠薬や精神安定剤として多くの診療科で処方される。ベンゾジアゼピン系薬剤は依存性の高さが指摘されている。薬物依存症について精神科医からは内科などの不適切な処方が問題との意見が出ていたが、同センターなどの調査によれば依存症の専門外来を受診した患者の84%は 精神科治療によって引き起こされている。抗精神薬は薬物乱用の危険性があるものが多い。抗精神薬に関する条約における薬物乱用とは精神的依存と身体的依存のどちらかあるいは両方において薬物が用いられることである。乱用され安い抗精神薬はこの国際条約の管理下にある。医学的には アメリカ精神医学会 APA による精神障害の診断と統計マニュアルの第4版 DSM4 では物質乱用、サブスタンスアビューズの診断分類があり、アルコール、アンフェタミン類、大麻、コカイン、幻覚剤、アヘン類、鎮静剤、睡眠剤、または抗不安薬、他にその他の物質に分類している。著しい苦痛や、 機能の障害を引き起こすなど重症であり、そして反復的にそうした結果が起きている場合である。世界保健機関によれば、有害な使用、ハームファルユーズの診断名であり、精神や体の健康に実際に害があるような物質の使用パターンである。世界保健機関によれば、乱用の用語はいかなる使用も不可であるとも用いられるため、その曖昧さゆえにこの語は、 依存を生じうるような物資では使われないということで、ある。有害な使用には、社会的に否定的な結果が生じたり、文化的に承認されないといったものは含まない。抗生神薬の多くは、薬物依存症の危険性があるものが多い。薬物依存症の可能性は、個々の物質ごとにそれぞれ異なる。摂取量、摂取頻度、物質、投与経路、薬物動態などが、 薬物依存形成の要素である。医学雑誌、ランセットに示された、20の薬物についての身体的依存、精神的依存、快感の平均尺度が0から3の範囲で示された。カフェインは研究に含まれていない。アンフェタミン、コカイン、ある種の抗不安薬のように、短時間作用型の薬物は、依存や乱用を発現させる可能性が、特に高い。 アルコールと、ベンゾジアゼピン系やバルビツール酸系の、鎮静催眠薬からの離脱は、発作を起こし致命的となる可能性がある。逆に大麻や、幻覚剤のように不快な離脱症状を回避するための、摂取というものが起きない薬物もあり、治療を求めるのは稀であり、幻覚剤では、ほとんどが短い乱用及び依存の後、元の生活様式に復帰する。LSD やでは、 実質的に誰も依存症にならない。アルコールは攻撃的な感情が起こることを促し、大麻は減少させる。薬物によって過剰摂取したさえの危険性は異なる。ヘロインやモルヒネ、アルコール、ベンゾジアゼピン系の薬物やこれらの薬物を併用することは過剰摂取の危険性を高める。逆に、大麻や LSD や白ビンでは、 図のように安全係数が高く、重症例、死亡報告はほとんどない。過剰摂取による死亡数の増加は国際的な懸念であり、アメリカでの2010年度の過剰摂取による死亡は、過半数の死亡が処方箋医薬品によるものであり、74.3%が意図しない死亡である。2009年アメリカでは、 タバコに起因する44万3000人の死亡があり、アルコールでは9万8334人であり、他の薬物では3万7485人である。2008年に処方薬の過剰摂取による死亡が2万44人、違法薬物の使用に起因する死亡は1万6044人である。タバコでは、ガン、41%、 毎年約16万や心血管疾患33%が多く、アルコールでは、急性の死亡では、運転事故14%、毎年約1万4000、他殺8%、自殺7%、転落死5.6%、慢性ではアルコール性肝疾患12%などで、暴力や事故に関連する急性の死亡も多いことが、 タバコによる死亡とは大きく異なる。処方薬では、オピオイド、違法薬物ではヘロインによるものが多い。2010年の医薬品の過剰摂取による死亡は、オピオイド系鎮痛薬が16,651人、ベンゾジアゼピン契約が6,497人、抗うつ薬が3,889人と、上位3位を占め、抗転換薬や、抗パーキンソン病薬が1,717人。 抗精神病薬が1351人である。イギリス薬物政作委員会、ユクドプックは、毎年の死亡者数は11万5000人が喫煙、アルコールが3万5000人、違法薬物は2000人であり、アルコールとタバコは違法薬物よりも有害であると結論している。2010年のイギリスにおける薬物に関連する死亡は合計2597人であり、 すべてのベンゾジアゼピン系薬物で307人、鎮痛薬のトラマドールが132人、合法ドラッグによるものが22人などを含んでいる。日本のタバコによる死亡者数を日本学術会議は毎年11万人以上とし、アルコール関連の産学会によれば2008年の推計でアルコールに関連して34,988人が死亡している。 1971年の抗生神薬に関する条約が抗生神薬の規制の根拠だが32条4項は含有植物が自生している国において伝統的に宗教的な儀式として用いられている場合に条約の影響が保留されるとされている。信仰による除外はアメリカでのネイティブアメリカンチャーチのペヨーティサボテンの使用、ジャマイカでのガンジャ、タイマの使用がある。 日本においては、以下の通りに法的に管理されている。なお、日本の法律上の便宜により、麻薬と、向精神薬に分類されるが、医学的な分類ではない。この違いについては、麻薬を参照。医学的な麻薬、ナーカティックスの定義のほかに、法律上の麻薬として麻薬及び、向精神薬取締法や変法にて定められ、抗議の麻薬である大麻は、 大麻取締法にて別個に大麻として管理下にある。日本では幻覚剤も麻薬及び厚生新薬取締法にて法律上の麻薬として定められている幻覚剤は北米では麻薬には分類されない。これらの類似構造を持つデザイナードラッグの一部は医薬品医療機器等法にて指定薬物に指定され規制されており、さらに類似構造を規制する目的で 包括指定が行われている。これら以外の何の法的制約のないものが脱法ドラッグである。メチルフェニデートなどの精神刺激薬やベンゾジアゼピン系の鎮静催眠剤などは麻薬及び抗精神薬取締法にて日本の法律上の第一種から第三種までの抗精神薬として規制されている。それとは別に医薬品医療機器等法にて 習慣性薬品が定められ、ベンゾジアゼピン系、睡眠薬やオピオイド系の鎮痛薬を中心としている。例外的に、精神刺激薬の一部は、覚醒剤取締法にて、アンフェタミン、フェニルアミノプロパン、メタンフェタミン、フェニルメチルアミノプロパン、別表にて発種、また別表にてその原料が、規制薬物と定められる。2014年6月より、 薬事法の改正によって、一般薬に含まれる、乱用の恐れのある医薬品の成分のコデイン、ジヒドロコデイン、ジヒドロコデイン,ンセキサノール、メチルエフェドリン、ブロムアレルニ尿素、エフェドリン、プソイドエフェドリンが含まれる、医薬品を原則で一人一箱に制限する。日本の麻薬及び、抗精診薬取締法などによって、法律上の麻薬や抗精診薬として、 規制管理下にある薬物は、調剤、検査目的以外での製造や輸出入はすることができない。例外として、医師の処方箋がある場合や、自己利用目的として1ヶ月分以内の分量である場合は、携帯して出入国ができる。しかし、渡航先の国の薬物を規制する法律が、日本の法律と異なる場合がある。フルニトラゼッパムは、 たとえ個人利用目的でもアメリカが収穫を呼び、カナダへ持ち込むことは禁止されている。所持していると逮捕される可能性もある場合があり、注意が必要である。不法所持でないことを証明するために、医師による英語の薬剤傾向証明書を傾向しているのが望ましい。公正新薬に関する条約によって、国際的に規制されている薬物は、 渡航先の法律では厳重な管理下であることがあり得る。日本の麻薬及び厚生診薬取締法などによって法律上の麻薬や厚生診薬として規制管理下にない薬物は個人輸入が可能である。その場合、劇薬や処方箋医薬品であれば1ヶ月分以内の分量に限られ、それ以上であれば医師の処方箋や地方厚生局の薬管証明が必要である。 医療用に指定された、抗精神薬は、麻薬及び、抗精神薬取締法にて、医療上の有益性、乱用の危険性を考慮して、以下のように、等級分けされ、規制されている。アメリカ合衆国では、規制物質法、コントロールドサブステンセスワクトにより、スケジュール I からスケジュール V までの5段階で、規制される。フルニトラゼッパム。 アメリカにおける通称ロヒプノールには全校性健忘の可能性があるため医療用として未承認のまま1984年11月5日にスケジュール4に位置付けられ1996年3月には科学的また医学的な評価を行いそのままにされている。つまり薬物規制下にあるが医療用に認可されていないので用いることができない。 が、デザイナードラッグを規制している。イギリスでは、1971年薬物乱用法、ミッセオブ・ダラックス・アクト1971によって、A、B 及び C のクラスに分類され規制されている。詳細は、である。乱用の潜在性によって、ヘロインのようなクラス A、アンフェタミンのようなクラス B、一般的な精神科の処方薬を含むクラス C に分けられる。 包括的な文章、その他の関連書と楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。